エンジョイポケモンコンブです。こちらのチャンネルはポケモン GO を中心に旅、食、ゲーム、遊びといった私の趣味を追求した Vlog チャンネルとなっております。旅するのも好き、食べるのも好き、ゲームをするのも好き、その時々に気づいたことを動画にして配信していきたいと思います。もちろん皆様の興味のある情報だったりも乗っけながら配信していきたいと思っております。ぜひともお付き合いいただければと思います。 Vlog チャンネルにつき自由方便ではございますが、何卒よろしくお願いいたします。エンジョイポケモンコンブです。ということで今回はモンハンナウについて動画の方を作っていきたいと思います。ただいまディアブロアシュが出ているということで、実は私モンハンナウ、モンハンっていうゲーム、このナウ、ナイアンティックさんのこれをダウンロードして初めてやり始めたんですけど、まあものすごく面白くてハマってるっていう状態です。モンハン自体やった時ないんですけども、その中でこの間あの動画の方ディアブロアッシュに初めて挑んで流させていただいたんですけども、意外に見てくれる人がいてありがたいコメントをいただきました。そのコメントがこちらです。ディアブロアッシュにやられたんですけども、この何このわけのわからんガバガバ装備、この実力でよく6号を出すことができたなと。もう一見ね、あの悪いようなコメントに見えますが、もうありがたかった。このコメントが装備等々をちょっと見直しました。ありがたい発言でした。ありがとうございます。もうほんとガバガバ装備だったみたいです。装備によっての違いっていうのが私やったことがなかったんで分からなくて、いろいろちょっと調べさせてもらって、まずは今現在、私ボウガン使いです。ボウガンで近接攻撃がちょっと苦手で、ボウガンで遊ばせてもらってるんですけども、こちらの方が今グレード7の5の5で、これにつけて今装備してるのが精霊の加護、氷属性強化レベル1、氷属性が強くなる。今までこのウルムアーム、反動軽減、ボウガンを撃った時に後ろにグンって下がってしまうとか、この反動軽減の役割っていまいち感じられなかったんで、これ装備してなかったんだけども、この装備するともうちょっと全然撃ちが速くなる、ボウガンの弾の出が速くなったりするっていうのがもうちょっと体感で分かって、もう本当あのコメントはありがたいというお話です。で装填速度レベル2ってことで、装填速度が3枚ついてるような形になります。これによって装填が速くなるから早く打ち出すことができるっていうようなね、そういうような形になるっていうのが私もう全然分からなくて本当ありがたかった。で氷属性強化レベル2ってことで3枚ついてることになります。まあ風圧はね、あんま関係ないですけど、で足の方がスキル SP スキルアップレベル2ってことで SP スキルにちょっと振らせてもらいました。この足もね、もうちょっと厳選すればいいものがあるとは思うんですけども、まずはこちらの氷属性が3枚ついてる、精霊の加護に、まあ反動軽減が 2枚、装填が2枚、 SP スキルが2枚というような、現在ディアボブロス氷が効くということで氷に対してのこのようなレベルになっております。これで、挑ませてもらってどうなったか、今ディアブロの星6レベル6の動画の方を流しますが、もううまくいってやっつけれたっていうような感じです。もう一回当たられたり遠くに行かれたりするともう全然あのやっつけれない時もあるっていうような形ですけども、まずはあのボウガン使い、私ボウガンしか今のところ使えないんで、近接武器は使えないんで、ボウガンでディアブロスをやるっていう形で、今のこの私のレベルでこういう形でやれますよっていう動画の方を流させていただきます。それではどうぞ。
ということで、いかがだったでしょうか。少し解説させていただければ、このディアブロ亜種、やっぱりね、数やんないとなかなか慣れていかないっていうのが正直なところだと思います。潜るパターンだったり、もう潜りっぱなしで出てくるパターンだったり、ガツガツやられるパターンだったり、いろいろあるんで、数やって体感して覚えていかないといけないっていうところがあると思います。赤く光ったら避ける。ではなくて、あ、ここで赤く光るなっていう前に避ける行動だったりを予測するのもまた大切になってきて、まあ本当ね、避けるゲームなんだなっていうのを少し実感しています。そんな中でもこの、今回はね、SP も使わずまあやれたということで、武器自体のね、攻撃力が高かったんだと思います。まあ、モンハンナウを初めてやらさせていただく中で本当に楽しいゲームだなっていうのを実感しています。で、余談になりますが、この亜種、いっぱい素材集めていっぱいやりたいなっていう場合は、私そこそこの課金勢です。課金したりしてます。なんでね、こんなレベルにもなってるわけなんですけども、もし多くやりたいっていうのであれば、やはりね、友達がね、最大のポイントだと思います。別の地区を友達がとそれぞれ回って、ペイントボール5個900ジェムでしたっけ、5個900ジェム2個買って10個ペイントでディアブロの亜種を抱えとく。3時間以内でまあ10個貯めたら、その他は自力でやって、最後終わったら友達と持ち寄ってやる。それがね、4人集まればね、10回だけじゃなくてもう3人いるんで40回できるっていう形になるんで、まあ課金する人だったらそういうやり方も、数多く素材を貯めたいっていう人だったらそういうやり方もありだと思います。まずはね、私のやり方なんでね、決して真似する必要はないんで、こういった形で楽しんでるっていうのを分かっていただければ、見ていただければ幸いでございます。ご視聴ありがとうございます。